ニコライ・ヨルゲンセンは、デンマーク・フレゼリシア出身のサッカー選手。スユペルリグ・カスムパシャ、SK 所属。ポジションは FW。デンマーク代表。アカデミスク・ボルドクラブの下部組織出身であり、2009年、トップチームに昇格した。2010年7月12日、バイエル・レバー空前へ5年契約で移籍した。 8月29日のボルシア・メンヒエングラートバッハ戦でデビューを果たした。2012年1月 1FC カイザースラウテルニエレンタル移籍したが結局ドイツ挑戦は失敗に終わった。2012年夏に FC コペンハーゲンへ移籍しデンマーク復帰を果たすと再び活躍し K4 シーズンで公式戦1 3 7試合に 出場し51得点23アシストを記録した。2015から16シーズンにデンマークスーペルリーガの最優秀選手に選ばれた。多くの国外クラブから関心を集めていたが、2016年6月17日にフェーノールトへ移籍し、5年契約を結んだ。背番号は9。移籍金は公表されていないが、推定で350万ユーロ。 プレシーズンにミシェル・クラーメルからポジションを奪うと、シーズン序盤から勢力的なハードワークとポストプレーで評価を受け、ゴール数でも4グリデッチとグラツェーのペッテに劣らないペースで量産した。その控えめな性格から前任者たちのようなカルト的人気は得なかったものの、12月11日の AG とのアウェーゲームでは1ゴールにアシストで、 フットボールインターナショナルの週間最優秀選手に選ばれ、ロッテルダムで求められる不屈さを備えた典型的なフェーノールとスピッツと称賛された。ウィンターストップ以降ゴールが減っていたものの、3月12日の AG 戦で3得点にアシストとチームの全得点に絡む活躍を見せて、キャリア初のハットトリックを達成した。 フットボールインターナショナルで週間最優秀選手に選ばれるなど再び大きな賞賛を浴びた。この時点でゴール数とアシスト数で共に2桁を記録し、フェーノールとの選手としては11年前のディルクカイと以来の2桁得点、2桁アシストを記録した。4月2日のアヤックスとのアウェーゲームでは12分で負傷交代。しかし、 4月16日のユドレヒト戦で復帰すると、4月23日のフィテッセ戦で2得点を決めて、再びフットボールインターナショナルで週間最優秀選手に選ばれた。最終的にリーグ最多の21得点、リーグ2位の11アシストでこのシーズンのエールディビジで最もゴールに絡んだ選手となり、フェーノールとのリーグ優勝に大きく貢献した。フットボールインターナショナルで、 最点平均6.73の成績により年間、最優秀選手を受賞した。デテラグラフと VVCV が主催する、フットボーラーファンヘッドヤールでも4位に入り、高い評価を受けた。2010年10月4日、デンマーク A 代表に初招集されたが、出場機会は訪れなかった。UEFAU-21 欧州選手権2011に出場した。 2011年11月11日のスウェーデンとの親善試合で A 代表デビューを果たした。2015年11月13日の UEFA ユーロ2016予選プレイオフスウェーデン戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。